ピアニストの赤松凛太郎です。このカシオのグランドハイブリッドの中にはベルリングランドというのが入ってますよね。でこのベルリングランドはベヒシュタインという20世紀に入る前から あるピアノが搭載されているんですけれども、この音色はその電子ピアノなのにもかかわらずこう音質が豊かで、そして響いた後のこう減衰までのこう曲線がものすごく美しいのが特徴だと思うんですね。ですから弾いていると次の音に向かうまでにこう気持ちがちゃんと込められるということで、こう指先と鍵盤が一体化しているなっていう印象をものすごく強く与えてくれる音色だと思います。ハンブルクのグランドはとにかく華やかな音色というのが特徴だと思います。なので高音域に行けば行くほど輝く、ですから私がいつも弾いている中ではショパンを弾くときなんかはとても心地いいなと思います。で一方のウィングランドというのはすごく華やかだったハンブルクのグランドに対して和音になったとき、つまり和音楽が密集になったときにものすごくこう凝縮していて、そして全部ハーモニーが一つのこうユニットになっているような印象を受けます。だからやっぱりウィーンという名前の通りベートーベンなんか弾くときはとても耳に心地がいいなというふうに思います。電子ピアノを使う有効性、時間を気にせずに弾けるっていうのはやっぱり一番の魅力なんですよ。なおさらその時にこうピアノを弾いてるようなリアリティがあるともっとこう実感があるんですよね。そういう意味ですごく役に立ってます。アコースティックピアノを弾く際にこのセルビアのグランドハイブリッドをどのように活用したらいいかという有効方法についてなんですけれども、アコースティックピアノになくてデジタルピアノにあるものは何かというと、そのセンサーのものですから打鍵のコントロールであったり本当に繊細なタッチコントロールというのを全部感じ取ってしまう点で、よりデリカシーがないと上手に弾きこなせない楽器だと思います。そういう点でアコースティックを弾く際にこのデジタルピアノを練習で使うと、とても自分のこの指先の感覚というのが磨かれていくような印象を受けます。ヨーロッパの電子ピアノの事情なんですけれども、電子ピアノを持っている率が高いなというふうに思います。で若い時に国際コンクールよく受けに行っても必ず電子ピアノがこう廊下に並んでいて、みんながヘッドフォンをして指鳴らしをしたり、あるいは自分のメンタルを整えるということをしていて、すごく身近にあると思うんです。ですからその日本人が思っているほど電子ピアノとアコースティックの差っていうのをこう明確には位置づけてないのかなというふうに思っています。普段ピアノを指導している中でいい音楽を聴いて、いい音楽の環境に親しんで、その中で電子ピアノに戻ってもこう自分の今打ったその打点で美しい音が響いているか、どのくらいの欲しい音が達成できているかっていうのをいつも問うようにしています。正しい打鍵を捉える、そのためのテクニックを教えてあげる、その上では電子ピアノであってもアコースティックであっても変わらないと思っています。